実はですね、今日九州に入ったんですけど、九州に上陸した初日にですね、実は財布をなくしましてですね、その財布の中には、現金3万円ぐらいと、クレジットカード2枚と、あと、そうですね、運転免許証とか健康保険証といったような、身分証明書なども入っていてですね、そういったものを全てなくしてしまったといったような、今状況になります。今日日中撮影してたんですけど、撮影中に寄ったポイントに、明日の朝電話をかけてみて、そうですね、もう今夜になってしまったので、もうちょっとお店閉まってしまって確認ができないんですけれど、明日の朝、財布が落ちてなかったでしょうかといったような、電話をかけるっていうことが、一番優先してやらなきゃいけないことかなと思います。あとは警察交番にも届けはもう出しまして、紛失届、財布を落としましたといったような、届けは出しました。ですね、あとは車の、ガソリンがもうほぼほぼなくて、ちょうどね、幸運なことに今車中泊、車を止めている場所のすぐ近くにガソリンスタンドがあったので、現金はないので、クレジットカードもないので、電子マネーを使えるかっていうのだけ明日の朝また確認してみて、ちょっとまたね、今こちらも夜なので閉まって、いるんですけれど、明日の朝電子マネー使えたら、スマホで支払いをしてっていう感じで、ガソリンだけは補充しないとですね、やっぱり夜がね、すごく寒くて、猫もね、寒さに弱いので、FF ヒーターっていうね、暖房を使うにはガソリンがね、どうしても必要になってくるので、そういったことも明日の朝できたらいいなとは思ってます。現金もクレジットカードもないので、何かを買うこともできないといったような中で、どうすればいいのか正直 わかんないんですけど、でもどうにかしなきゃいけないことなので、ちょっといろいろ考えて、本当にね、私のいる栃木県の近くであれば、ね、運転免許証の再発行にね、電車とかなんかで行けたらよかったなと思うんですけど、やっぱり私がね、いるのが、とにかくめちゃくちゃ遠い鹿児島という場所で もう運転免許証を再発行しに、もしかしたら栃木まで帰らなきゃいけないのかなといったような、今状況になってます。なんで、そうですね、もしその栃木に帰る時も、もう車は運転できないので、車だけはもう鹿児島に置いて、で、私と、あとはもう猫も一緒に連れて、飛行機とか、何でもいいですけど、そういうので、栃木まで帰んなきゃいけないのかなというところまでは、今、どうにか頭の中を整理しています。本当にね、皆さんにこういう報告をしなきゃいけなくなってしまったっていうのがすごく不甲斐ないなと思っていて、このキャンピングカー、すんげえでかい車持ってんのに何もできないと。なんで本当にこんなね、動画になってしまって申し訳ないんですけれど、もしかしたらね、本当に皆さん、YouTube でも Twitter でも楽しんでこいよと、気をつけていくんだよって、みんなそうやって送り出してくれたのに、本当にもしかしたらもうこの旅もここで終わってしまうかもしれない、栃木に一回帰らなきゃいけないかもしれないっていう、ところまで来てしまったっていうのが、すごい本当に申し訳ないなと思います。本当にすいませんでした。私自身も
まあ、正直この先どうすればいいかっていうのがまだちょっと見えてこないんですけど、また何か進展があれば皆さんにしっかりとそこはねお伝えしていきたいなと思います。とにかく明日の朝電話してみて見つかってくれればいいなという感じです。すいませんでした。おはようございます、みほしです。ということでですね、今朝ガソリンだけは、先ほど入れてきまして、ただガソリンもペイペイで支払おうと思ったんですけど、私最近ペイペイに登録をしてて、で上限額が5000円だったんですね。ハイエースって満タンガソリン入れると結構いくんですよ、金額。やっぱり大きい車なので。で上限額を超えていますと、ペーペーお使いいただけませんとなってですね、それがガソリン入れちゃった後だったのでめちゃめちゃ焦って、で店員さんにちょっと話をして、実は私昨日財布をなくしたんですと、今どうしても現金もクレジットカードも持ち合わせていないということでですね、後で支払いに来てもいいですかと言ったら、店長さんが運転免許証だけじゃコピー取らせてくださいということで言われたので、すいませんと、運転免許証もないんですと、もうすべて失ったんですと。それでもですね、どうにか現金を、工面して支払いに来ますということで言ったら、ああそれは大変ですねと、じゃあお金が工面できるようになったら来てくださいねと言っていただいてですね、ガソリンだけは入れることができました。そしてですね、昨日寄った施設、2店舗ですね、確認をしまして、財布がなかったですかと、昨日ちょっと落としたみたいですと、聞いてみたら、まあ結果はどちらも財布はありませんでしたということでですね、回答いただきまして、もういよいよじゃあもうクレジットカードも止めようと、で免許証もないことだし、ちょっとねこの近くの警察署に行って事情をちょっと話してみようかと、なんですがその後ですね、本当にちょうど今から、1時間ぐらい前に電話が来まして、2店舗のうちの1店舗からですね、また電話がかかってきまして、すいません、先ほど財布をなくされたと電話してくれた方ですよねと、聞かれまして、そうですって言ったら、すいません財布なんですけどトイレにありましたと言っていただいてですねなんと財布が見つかりました。中身を確認したら現金3万円、クレジットカード2枚、そして運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、すべてが揃った状態で、私の手元に財布が、なんと、帰ってきてくれたんですね。いやー、本当にすぐ、もう電話いただいて、すぐに、取りに行かせていただいて、実は私栃木から一人でここまで来たんですと、本当にこの中に免許証とかも入っていて、これをなくしていたら私どうしていいかわからなかったと、本当に助かりましたということでですね、お礼をちょっと言わせていただいて、はい、お財布を引き取らせていただきました。本当に振り出しに戻ったではありませんけれども、また、リセットされたところで、旅再開でございます。ありがとう、本当にありがとう、マジで心配してくださった皆様、そしてツイッターなどにもね、何かあったら力にはなりますよと、微力ながら、応援しますと、駆けつけますといったような、力強いリプライをくださった皆さん、本当にありがとうございました。そしてご心配くださった皆さんもありがとうございました。無事にこうやって、またね、旅を再開することができそうです。この先のね、九州旅も、またね変わらず応援していただけると、見守ってくださると嬉しいなと思います。本当に本当にありがとうございました。あ、こんにちは。よかったです。すいません、ありました。これ現金ですか、ね、はい、現金で大丈夫です。道の駅のトイレに置きっぱなしにしていただいて、誰かが届けた。そうなんですよ。いや、よかったです。お騒がせしました。ありがとうございました。お世話になりました。そうですね、はい、財布をなくしまして。あ、そうなんですよ。なんか道の駅のトイレに置き忘れていたらしくてですね。はい。いやー、よかったです。僕
あ、お金ははい全部あの戻ってきました。あー、よかったです。いや、よかったです。すいません、全部回収してきますので。はい、すいません、お世話になりました。はい、いいえ、わかりました、ありがとうございます、はい